中央大学ロアッソ熊本有志出身池谷由紀です。熊本地震から2週間経ち、今もライフラインがなかったり避難所生活をしてたり、余震もまだまだ続きますし、大変な思いをしている人はたくさんいると思います。自分もこっちで、募金だったり動画を作って SNS で動画を作ったりもしましたが、そういった活動をして今自分にできることをしていき、熊本の皆さんと共にこれからも一緒に戦っていきたいと思います。今だからこそ熊本の力っていうのが力っていうのを日本全国に見せれると思うので、皆さん一つになってこれから頑張っていきましょう。頑張ろう九州。